小康状態になったりと続いていましたが、細かな気温が下がったからでしょうか、とっても冷たい雪が降っています。ただ本当に今年40回目を迎えた上杉雪灯籠祭り、たくさんの皆さんにお越しいただいております。朝早くからお見えになられた方もいらっしゃって、本当に会場内昼間の表情を楽しんでいただいて、そしてこの時間は屋台見て、で着いた時に行ったんじゃないですか。